たこ焼きは本来たこ焼きの機械を使ってこうやって丸く作っていくんですね。けどこれって結構機械も必要だし時間もかかるんですよ、作るのに。であっという間にできちゃって、あ、これでいいじゃないって思ったのが次のレシピになります。今回はたこ焼き粉を使いますが、お好み焼き粉でも水を多めにすれば大丈夫です。今日ね、焼きと違ってたこ焼きはあんまり具を入れなくていいんですね。お好み焼きよりも手軽に食べられるイメージがあります。これはなんかご飯っていうよりは私はなんかおやつっていう感じがする。軽食。ここにメニューを入れていきますね。これを冷凍しておく。出汁が入ってるのでただの小麦粉よりもとても美味しいんです。概要欄の方にね、お好み焼きの粉でしたけどそれを載せておきます。明日来るといいね。さっきあったよ。
しずくちゃんは子供に人気。不思議なクリスマスを探せ。すぐやって。